カトリック・宮津教会は、京都府宮津市宮本にあるカトリックのキリスト教会、京都市教区に属する。聖ヨハネ天主堂は、京都府指定有形文化財。ルラーブ会館1885年に、日本にやってきた、フランス人宣教師であるルイ・ルラーブ神父は、1888年に、与佐郡宮津町での伝道を開始する。ルラーブ神父は、福井県南部から、 兵庫県北部までの範囲を受け持っていた。1895年に地元の有力者である魁五郎衛門のから土地の寄贈を受け、1895年に西ハネ天主堂の建設に着工すると、1896年に春光宮津カトリック教会の剣道式が行われた。1907年には教会の敷地内に宮津裁法伝習所が設立された。 1927年には北丹後地震でこの地域が大きな被害を受け、戸塚文教神父を中心とするカトリック医療団が救護活動を行った。1932年には聖母訪問会が宮津町を訪れ、1933年には宮津行政裁縫学校が開校した。1935年にはルラーブ神父の来日50周年が祝われ、 1936年には、宮津行政幼稚園が開園した。1941年には、ルラーブ神父が83歳で死去した。1950年から、宮津教会は、レデンプトール会が担当するようになった。1989年には、ルラーブ神父が宮津を訪れて100周年の記念行事として、神都会館である、ルラーブ会館が建設された。 1996年5月6日には、京都教区長の田中健一司教によって、剣道100周年の記念ミサが捧げられた。2019年、聖ヨハネ天主堂が、京都府指定有形文化財に指定された。当面聖ヨハネ天主堂は、木造平屋建てであり、三楼式走り家形式が採用されている。建築面積は210平方メートル。設計は、 ドラーブ神父自身であり、思考は地元の大工である太い障子。ロマネスク様式を基調としており、交差ボールとの形状を模した天井、クロケットキャピタルを持つ独立柱など、細部にわたって装飾性が高い。円柱には、ケヤキ材が用いられ、床は畳敷きであるなど、和洋折衷の境界建築である。建築形式や手法には1890年に、 完成した京都河原町カトリック教会との共通点が多い。天守堂は小規模ではあるものの、長崎県長崎市の大浦天守堂に匹敵するほど古いものであり、日本で2番目に古いカトリック天守堂、現役では日本最古の木造教会堂とされる。1927年の北丹語地震では一部が損傷し、玄関周りや外壁仕上げなどが改修された。 京都府文化財保護基金によって、京都の明治文化財に指定されている。新都の他に、観光客が年間1万人ほど訪れるという、ありがとうございます。